いや、これはね、いや、お酒のやつはね、まあ、非常に食品用のやつは品質管理っていうか大変なもんですから、こういう作業をやらずに金箔が仕上がったらもう全部抜き出すんですよ。要するにあまりこういうゴミが入らないように。でこれは例えばクタニとかですね、いろんなそういう要するに工芸 の細工用の方に使ってます。年季入ってる、これは簡単そうにやってますけど非常に難しいです。容易なことではないわ、これは。すべて一枚ずつですからね。あちらのパイプとちゃう。昔はね、これを先ほど言われたお酒とかで使ってたんですけども、今そういう食品関係の場合は非常にその品質管理